レッスンのポイントいくつかあるんですけれども、まあ中級以上の方の場合は曲の表現、技術的に特別難しいというところはないので、曲の雰囲気をコントロールできるのか、もうそれに一箇所も制覇がない。フィンガリングという点ではですね、制覇がないという側面は非常に楽ですよね。だから中級というよりは初級のアッパーぐらいの方からですね、十分トライできる内容、どういう種類のビブラートにするのかというのをコントロールしていますということを説明したいんです。ビブラートは弦に接触する指先の面積が広いほど、これ今3本押さえてますよね。それなんで指先が弦に接触している面積は先ほどに比べておおむね3倍になりました。そうしますと同じように腕を動かしてみますと、で2本にします、1本にします。お分かりでしょうか。接触面積とビブラートの揺れる幅は比例しているんです。大きく分けて2つのカテゴリーに分けられる、タイプに分けられる。まず全くセットしていなくて空中から全部を弾く、まあ、こんな感じですよね。でこれが一般的なのかなと。ただやっぱりちょっとと私には安定感に乏しく速度が出しづらいんですね。ピッキングの能力というのは生まれつきの能力ですから、歌がうまい、足が速い、顔が綺麗だ、もうそれと同じ話ですからそれなので残念ながらそのピッキングの適性に恵まれず生まれついた私のような人間はですね、なんとか策を論じてなんとかしようとしないとなかなか難しいです。適性が高い人はそんなこと考えないでできちゃうから、もうそれでいいと思います。で、どういうふうにするかと言いますと、弾く前に捕まえて外すということを行います。で、そこもちょっと2タイプに分けることができて、がっちり捕まえるのは親指のピッキングのタイミングで IMA の3本を捕まえてくる。きちんともう肩から腕ごときちんとこう動いてるのが分かりましたよね。で今ご覧になってるように腕がきちんと動くとネックと手の関わり方、入り方の角度などをほとんど変えずにこう平行移動することができますよね。フレットが出てくるところだけは表面板の前に手のひら半分ぐらいがこう出ていくことになりますから、ずいぶん大きく上半身をこうツイストさせてハイポジションに追随しようとしてますよね。ここまでが Em。 そしてここの部分、開放弦を含めたビラロボスお得意のいわゆる嘘コードというような感じなんですけれども、機能としては Am7 的なものと見てよろしいかと思います。で、次のコード、ここもやはり3弦の開放弦が含まれていることで、B7 に対してのフラット13という音が加わり、一種のやっぱり開放弦を含めた嘘コード的になっていますが、 B7 を通ってトニックの Em に進行するというような展開。